久保建英と小野伸二。サッカー界に残した違いと影響力。サッカーファンなら誰もが知っている久保建英と小野伸二。両者ともに日本のサッカー界を代表する選手であり、世界的にもその名を知られています。では、彼らのプレースタイルや実績はどのように比較され、どのような影響力を残したのでしょうか。まず、久保建英と小野伸二のプレースタイルの比較です。久保建英は、スピード感あふれるドリブルや正確なパスなど、攻撃的なプレーが魅力です。一方、小野伸二は、緻密なテクニックと切り返しを得意とし、ゴール前での決定力が高いことが特徴です。両者ともに、個なプレースタイルを持っており、多くのファンを魅了しています。しかし、彼らの影響力には大きな違いがあります。小野伸二は1990年代後半から2000年代初頭にかけて欧州のトップリーグで活躍し、日本人選手の海外進出を後押ししました。また、2002年の日韓ワールドカップでは日本代表のキャプテンとしてチームを牽引し、日本サッカー界の黄金期を築くきっかけを作りました。一方、久保建英は、まだ若いながらも、現在、スペインのレアル・マドリードでプレーし、ており、日本の若いサッカーファンにとっては、彼のプレーが、夢や希望になっています。また、彼のプレーによって、日本のサッカー界においても、新たな風が吹き始めている、と言えるでしょう。以上のように、久保建英と小野伸二は、それぞれに異なる、プレースタイルや影響力を、持っています。しかし、彼らが日本サッカー界に与えた影響は計り知れません。今後も彼らのプレーや活躍に注目していきたいと思います。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。